さてさて。よし、だいぶ近いな。よくじゃ。さて、やっていきましょうか。さあ、やっていきましょう。こんばんは。ちょっといつもの画角と場所が違いますが、やっていきましょう。大丈夫かな？ラグイン。大丈夫そう？さあ、やっていきましょうかね。よろしくお願いします。こんばんは。今日も今日とてライブやっていきましょう。お願いします。非表示？あ、違う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 
ちょっと待って、ちょっとなんかバグってるの。ちょっと待ってくださいね。違う。表示されたかな、大丈夫ですかね。すいません。わざとじゃないですからね。トビトさんが消えたやつはわざとじゃないですからね、今。メッセージ固定してたら今消えちゃっただけですか。すいません。あちえぼさん、こんばんは。お願いします。よし。じゃあ、やっていきましょうかね。あ、藤原さん、こんばんは。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。絶賛筋肉痛だと思いますので。お願いします。だいぶここら辺にある。よいしょ。はい、しんこさん、こんばんは。よろしくお願いします。さて、今日は、はい。前々からね、言っていた、まあ、出張でね、今、島根県に来ております。島根県に来ております。はい。まあね、日帰りで、ちょっとね、帰れないので、一泊して、明日の朝にはね、もう帰るんですけども、今日朝、午前中、ついて、ね、パーソナルトレーニングやらせていただいて、まあ明日ね、帰るっていうところで、帰るっていう形ですね。なんで、出先で、ライブの方をやっていきたいと思います。いつも違う、ちょっと照明がないので、あれですけど。あ、小次郎さん、こんばんは。27と28の大分練習会、マジ行きたかったです。その2日間。ああ、そうなんですね。残念です。まあね、そう、今ね、インスタと YouTube のね、コミュニティの方にも出しましたけども、27とね、28に、来月か、来月の27、28に大分ね。で、11日、12日、5月のね、11、12は北海道の方で、まあ、パーソナル出張を予定してますね。5名前後ね、集まってもらえると、だいぶね、交通費も安く済みますので、まあね、今人を募集しているところです。だ何名、最低何名になったら開催するっていうのはね、ちょっとまあ、皆さんの意向を聞いて、参加したいよっていう人の意向を聞いて、まあ、これぐらいの交通費だったらお願いしますっていう形で、良ければやっていこうかなっていうふうに思っていますので、はい、なんでまあね、一人、二人しかいないのに、行きます、やりますっていうふうにね、ならないかなっていうふうに思います。なんで大分の方もね、今、ちょっとね、まあ、大分、に行くんですけども、まあ、27、28日、まあそうですね、両方とも、27、28、11日、12日はもう終日時間を取ってあるので、なんで大分に関しては、まあ27日、28日はね、大分の湯布院の方でちょっとやらないといけないんですけども、まあ27の方に関しては、まあ九州、どこでもって言い方あるんですけども、まあレンタカー借りていくので、まあどこでも、
行けますので、まあ、九州にお住まいの方であれば、福岡空港に行くので、その近辺であれば、どこでも行けますので、まあ、ぜひね、興味ある方は、またご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、で北海道はね、11、12日も終日ね、何時にでも行けますので、はい、千歳の方、千歳市の方ですかね、の近くの競技場でやりますので、まあ、詳細の方をね、知りたい方はぜひね、ご連絡いただければと思います。お願いします。アーサインさん、こんばんは。あ、こちらこそありがとうございます。改めて塾の移動のための、あ、よかったですね。ぜひね、今日やったこと忘れないようにしてみま、してください。まあね、受けてみないとね、やっぱり映像とかね、こうやって話、アドバイスだけじゃね、伝わりきらない。やらないと実際ね、受けてみて分かんないことだらけだと思いますので、まあ実際に、ね、悩んでる人、早くなりたいよって人はね、連絡いただけるといいのかなっていうふうに思います。はい。タオさん、こんばんは。暖かくなってきて、久々に、読めない。ね、ちょうどかかってるから読めないんだよね、コメントは。久々になんて書いたんだろう。久々に走りましたか。今日走りましたかな。そうですね、ようやく暖かくなってきて20度前後にね、落ち着いてきたので、まあ、また週末雨なのかな。来週末雨ですけども、静岡の方かな。雨ですけども、まあ、無理せずね、暖くなってきてから徐々にスパイクを履くようにしてくださいね。まあ、ここからね、4月からもうだいぶ1週目からね、試合ももう始まってる人はもちろんいると思うんですけども、本格的にシーズンインしていくと思いますので、まああんまりね、連戦、ね、なりすぎないようにね、していきましょうかね。しっかりと、まあそうだな。しっかりと、そうね、まあ、1試合やって、まあ、そこまでね、つながらな大会だったら、1週間、2週間空けて積み直してやっていくっていうのもいいですし、まあね、練習じゃねえや、フルにね、やってもいいかなと思うんですけども、まあ、あんまりね、中学生だったりとか、学生はね、やりすぎない方がいいのかなっていうふうに思います。大人だったらね、まあ、なんか調子が悪いよとか、あんまり起きできてないよっていうのはね、やめることはできると思うんですけども、なかなか部活動の兼ね合いでっていうとね、難しくなってくるので、まあ、やりすぎないようにねしてください。ようやく半袖短パン出してて暑くなりました。そうですね、一気にね上がりましたもんね、本当にね。まあその話で言うとね、まあ試合の話でアメリカ組がね、一昨日スタンフォード大学のね試合に出たみたいですけども、まあ気温も上がりきらず一桁ので雨の中のね、試合だったらしいので、まあ、本人たちはね、記録的な部分だけを見ると、もうすごく、まあ、物足りない結果なのかな、っていうふうには思うんですけども、ただ、トップのね、選手、同じ400のね、トップの選手、400の組で、400で、日本人ね、2人選手と同じ走って、トップで入った選手ってのは、44秒台で走る選手なんですね。まあ、44秒台で走る選手が46もかかってたっていうことを考慮すると、まあ、それぐらい、悪天候っていうか、かなりね、条件が悪かった試合なのかなっていうふうに思うので、まあその中でね、でも実際タイムは置いといて、動き自体はね、2人とも、400の2人に関しては、かなりいい動きできたんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ帰ってきてるのと、あともう一試合残ってるのかな、あとフロリダの一試合が、伊藤選手は残ってるのかな、伊藤選手と山本選手は走るのかな、加藤選手は走れるかどうかっていうところらしいので、まあ、まあ、帰ってきて、まあ、日本の試合がどうなるかって感じです ね、うん、ね、期待したいと思います。ふのうさん、こんばんは。鈴木さんは練習と試合でどのぐらい記録ありますか。どの種目でしょうか。短距離なのか跳躍なのかっていうところでコメントしていただくとありがたいです。安勝さん、こんばんは。北海道パーサントリーグ申します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今絶賛人を集めてますので。よいしょ。絶賛ね、人を集めてますので、まあ、興味があればね、申し込みもそうですし、まあ、
さっきも言ったね、初めの方に言った通り、まあ、5名前後集まると交通費がだいぶ安くなって負担が減るので、まあ、それ以下でももうやってくださいみたいな感じで、ある場合はね、まあ、1人ずつ聞いてってそれでもいいかっていうところでね、考えていきますので、まあ、まあ、ぜひね、申し込んでいただければと思います。よろしくお願いします。吉尾さん、こんばんは。長距離選手の指導も押しと引き付けを意識させればいいですか？まあ、引き付け、そうですね。基本的な走りの中っていうよりも、基本動作、まあ、動き作りっていうところで、押しの練習もするし、引き付けの練習もさせるっていうことは必要だと思います。ただ、走りの中ではそこまで、まあ、押しだったり引き付けっていうのは短距離選手、跳躍選手よりも、まあ、必要は、そこまで必要はないと思うので、ただ、意識づけ、動き作りとしては、やれた方がいいのかなっていうふうには思います。今日走ってて質問があります。今日走っててね、っていうことね。質問があります。流しで速度を上げて走ったら足が空回りとか体がふわふわする感じが久々に走ったせいでしょうか。空回りする原因としても、ちょっと末端に行き過ぎてるとか、足を回しすぎてるっていう可能性があると思います。予想以上に回っちゃうとか。なので、そうならないためにも、やっぱ末端で動かす。まあ、なんだろうな。末端で早く動かすっていうことをやると空回りみたいな感じなので、もう少し動かすポジションを膝じゃなくて、もう少し股関節周りですね、こっちの腸腰筋だったり臀筋周り、骨盤股関節周りからしっかり動かすっていうことをやると、そのふわふわがですね、なくなるかなっていう感じになります。はい、まあ、体が軽いっていうよりも逆に刺激が入ってなくて、そこの部分に刺激が入ってなくて末端で走っちゃうよと、小手先で走るよみたいな感じかなっていうふうに思いますので、なんで、まあ、走る前にちょっと股関節周りの刺激を入れて走るのもありかなっていうふうに思います。もうちょっと照明綺麗な方がいいんだけどな明るく、なんかすごい日焼けしてるみたいになってる。ちょっと明るくなったかこれぐらいでいきましょうかね。ちょっと変わったね。はい、西村さん、こんばんは。1週間後に記録あります。鈴木さんに教えていただくことが身についてるか確かめていきたいです。ただ今のところ雨予報で寒い場合は怪我で涼しいが信じるか。そうですね、まあ、本当にね、先週も話しましたけども、まあ本当に学生みたいにね、どうしても出ないといけないよっていう状況以外であれば、大人の方はね、無理する必要はないと思います無理する必要はないです。本当に出ない方がいいです。もう少しでも気温が下がっている、怪我しそうだなって、全力で走れないんだなと思ったら、間違いなく危険した方が僕はいいと思います。その後無理して走って怪我をしたリスクを考えると、じゃあ1週間2週間、肉離れであれば1ヶ月2ヶ月は練習がフルでできないよって考えると、その一試合をするがため、記録が出ないのにそれをしたがために2ヶ月遅れるよりも、それを開始して次の週に試合が出れるとか、その次の次に試合が出れるっていう風の方がもちろんいいと思うのでいいので、なんでそこをね、うまく慎重にやってください。ぜひね、走り幅跳びでどのぐらいかかるか教えていきたいです。自分がベスト6m90 なのですが、練習だといつも 6m ぐらいしか飛べないので気になりました。どうなんだろうね、僕もあんまりその幅跳びの練習に関しては、幅跳びをやってた時代でもあんまりこう前助走で飛ぶ、飛んでたけども、どちらかというと中助走、僕の場合は11歩、跳躍に関しては幅も3段も11歩ぐらいの、でやってました。で、まあ、ファールとかはちょっと置いといて、だいたい実測値で、まあ、11歩ぐらいで、一番調子が良かった時が7メートルぐらいかな。7メートルぐらいだった。7メーター70とか7メーター50付近飛んだ時でも7メートルぐらいでしたね。まあ、それ以上あんま飛ばなかったような気がします。あんまり。で、3段も通常で15メートル行くか行かないかぐらい。で、16付近の記録を出してた時なので、まあ、1メートルとは言わないけど、まあ、幅、約だけども、幅は50センチ、幅は50センチ、3段は1メートルぐらいなのかなっていうところですね、僕の感覚としては。でも、それを別に参考にしたことはないです。大体まあ、
調子がいい時、まあその中助走のベストがそれぐらいなので、あ、まあ今日の跳躍でこれぐらい飛べれれば本番これぐらいなんだろうなっていう感覚なので、必ずこれが飛んだからこれぐらい飛ぶっていうのはあんまりないですね。うん、あんまそういうとこは参考にしなかったです。だいたい11歩、16メートル付近飛ぶときは11歩で15メートル付近だったなぐらいな感じなんでですね。で、試合の時にじゃあ実際に出て、もうあの本当全助走飛べなくて、8残るために11歩で、公式の試合もやりましたけど、その時が15メーター22ぐらいなので、まあ2、30センチぐらいですね試合との変わり方は。うん、です。北海道は今雪解けなくて外でまだ出してないらしいですね。僕も今ね、トレーニングメニューを作成してる方にね、そういう風に言って、まあ別に焦らなくていいのかなと思います。やっぱり話を聞いてても、まあしょうがない、しょうがないはしょうがないんですけども、中でねやれることはいっぱいありますし、やることはあるので、まあもちろんその分全体的な、北海道全体的なシーズンインが多分遅いと思うので、まあそこで無理することなく、そのシーズンに合わせてシーズンイン遅らせてもいいから、遅らせる分だけ慎重に積み重ねていってやっていけるようにすればいいのかなっていう感じはしますね。やっぱりすごいね、やっぱ焦ると思うんですよみんなスパイク破壊でスピード出す、周りが出してるから自分も出さなきゃっていうふうに思うんですけど、まあ、ずっと言ってる通りね、結局はもう何、ちゃんとシューズで正しい動きっていうのができていれば、まあ大丈夫かなっていうところなので、うん、そう、いつも言うようにね、シューズで速く走ることができれば、スパイクを履けば必ずシューズより速く走れるわけですよ、ね、遅くなる必要はずはないので、じゃあシューズで走るのね、極めてもらえればスパイクを履いた時に必ず速くなるってことなので、そういう考え方でねやってもらえればいいかなっていうふうに思います。LJ エリートでサンダー跳びをしているのですが、かかとから設置してしまい痛めてしまう時があります。ヒールパッドを買ったら衝撃を吸収できますか。だからやっちゃダメだってLJ エリートでサンダーをやっちゃダメだって言いましたよね、確かね。クロートね、もう本当にもうちゃんと幅、ちゃんともう動きができる、普通に普通の普通のシューズでももうかかとを潰さないよっていうレベルぐらいにならないと、LJ エリートを履いてやるっていうことは良した方がいいです、ね。だって怪我するから、今現状でもそうだけど。で、ヒールパッドね、ヒールカップとかヒールパッドをやる、履くんだけども、あれ関係ないです。関係ない。それでやっても衝撃が来るもんは来るので、僕もやってましたよ。こう大学時代にかかとを潰すっていうのがあったので、ヒールカップ入れてやってましたけど、何にも改善もされなかったですし、まあ、結局動きが悪いんだから、そこ動きっていうか設置が悪いし、動きが悪いので怪我をするっていうか痛めるので、結局根本、その動き痛めないようにするためには何をするかっていう技術習得をしていかないと、どういった動きをしてももう延々と怪我っていうかね、かかとを潰してしまうので。痛くならないようにって入れても意味がないのかなって感じがします。うん、あんまり良くない。 LJ エリートで三段をするのはおすすめしないです、僕はね。ほい、はい、今日はトレーニングというより体ほぐし的な側面で走ったので、そこまで悲観してませんが、5番の跳躍、そうですね、特に壁を使ったもも上げだったりとか、あそこら辺の部分もちょっとやってみてください。体に違和感があったら走らないっていうのは簡単ですけど、一回しまいって、そうですね、だからもうなんだろう、大人だからこそやっぱり無理してほしくないっていうか、まあ高校生もそうですけどね、逆に言えばさっきも言った通り、4月この段階でじゃあ寒い中ね、シーズン始まって試合ね、寒いのに別に上につながらない試合なのに試合出て、しのめい中寒い中試合出て肉離れしましたっていうと、もうおそらくもう早退、地区早退の予選県早退には間に合わなくなるので、まあ、あんまりねおすすめしないですね。もう選んで出た方がいいです。何でもかんでも出るっていうところではないと思うんだよね。え、皆さんこんばんは。先週の件にも SOS が僕は最後の連絡で、ああ、よかったじゃないですか。ファイト、頑張ってください。
西村さん、ありがとうございます。在宅なんか寒い場合は、そうですね。はい、そうしてください。横滝さん、こんばんは。お疲れ様です。先日ありがとうございました。ご調査ありがとうございました。昨日もランジ4周やって絶賛筋肉痛です。今回は足の付け根も、あ、いいと思います。大丈夫、大丈夫です。付け根に来るんだったら大丈夫です。問題ないです。ね、ちゃんと継続してやってくれてよかったです。冬季期間中、背中を懸垂、腕周り、腕立て伏せ、プラスディップスかなりでかくなった。ああ、いいじゃないですか。自慢したので、今までの、あ、素晴らしいですね。まあ、楽に走れるっていうか、こう、なんで、多分そこが噛み合ってないですよね。上半身はすごい必要な部分に筋肉がついて、楽に動くけども、まあ、ついてないわけじゃないけども、下半身の部分のその動きが悪いの、動きが悪いというか、うまく連動しないから、空回りするっていうのはあったかもしれないですね。スパイクに市販のインソールを入れてもいいのでしょうか。僕、基本的にそのインソールってあんま入れないタイプなんですよね。まあ、スパイクにあんまりインソールは良くないっていうか、入れるところがないっていうのも正直なとこですし、邪魔になるのかなっていう感じはしますので、スパイクにインソールは入れないですね。なんか、そのさっきのヒールカップの話でもそうなんですけど、違和感がどうしても、シューズだったらいいんですけども、スパイクでじゃあ実際そういう跳躍とか、ちょっと負荷が強い状況であると、すごい違和感を感じるので、まあ、その違和感はあんまり好きじゃなかったので、入れなかった、やらなかったなっていうのはありました。ソニックスカイプロは LJ リートよりかは衝撃が少ないですか？絶妙。まあ、触ってね、まあ、いろんな人にスカイプロを、ちょっとね、触らせてもらったんだけども、本当に三段向けじゃない、幅向け。だから、LJ リードと同じ感じですね。あれを、アシックスさんはどういうつもりで展開したのかなっていうふうに思うんですよね。とてもじゃないけど、中高生がソニックスカイプロを履いて、三段跳びをやるってなった時に、まあ、ほとんどの人が、やっぱり、怪我っていうか、かかとを潰すっていうところと、潰れる率っていうのが高くなるのかなって感じがする。もう本当に抜け感がすごいので、前も言った通り幅跳びのそのシザースをやる人にとってはすごい踏み切りからの抜け感がいいので、多分 LJ リードよりもいいんですよ、あの感じだと。なので、まあね、本当ね、難しいんだけど、無難に水野さんのね、AJ とかの方がいいんじゃないかなっていうふうに思う。もしくは、僕も履いたことはないんだけども、アディダスのね、LJ とか TJ の方が厚い方がいいと思います。でもさっきも言った通り、結局スパイクっていうよりも、自身のその動きがどうかってとこなんで、なんで怪我をしない設置の習得だったりとか、そこら辺のね、トレーニングをちょっとした方がいいかなっていうふうに思う。なんで、どのスパイクを変えても怪我するときは怪我するしっていうとこなんで。まあ、そこら辺もね、ツイッターにもね、ちょっと書いたんですけども、まあ、前もね、ライブに言いました通り、そう、リクマガの、ね、連載が、6月号かな？なんで4月、5月に発売される 6月号から、僕の連載、三段跳びのトレーニング講座が始まりますので、なんで、まあ、その中でね、まあ、その三段の細かいところを、こうした方がいいよと、こういう練習ダメだよっていうのは、まあ、格付きですけども、2ヶ月に一遍ね、出していきたいと思います。速度をそこまで上げない渋滞走りは、今まで以上に腕振り進む感じありました。万年記録5分40秒走ってるのに、今日言ってる人も記録5分。おお、素晴らしいですね。そうですね。流しになるとさっき言った感じが出るんですね。ピッチは180ぐらいです。そうですね。なんで、やっぱそこで、腕振りに合わせて足が出てくるのは理想なんですけど、速度を上げた時に多分足主体になっていくと空回りするので、腕振りに合わせていくよと。腕振りのタイミングに、まあ、足をもう上げるだけとか、膝を上げるだけとか、そこの感覚だけでいいと思います。はい。前にも質問したと思うんですが、前ももに来るのは良くないですね。距離を伸ばすと前に来るのは10メートル以上。そうですね。あんまり、なんで、その前ももに来てしまうっていうのは、パーソナルでもね、やらせてもらった通り、プッシュして、後ろから前に引きつけるときに、まあ、ゆっくりとか、軸の移動、重心がゆっくりになると前ももに負荷状態かかるので、まあ、そこを、まあ、少なくなってきたら10メートル前後でやって、負荷が来ないなと思ったら距離を伸ばしていくっていうところでもね、いいと思います。前もに来るってことはまだプッシュ、引き付けが足りないのかなっていう感じですね。
そんな感じかな。うん。まあね、あ、コメントも落ち着いたんでね。じゃあね、まあ本当にね、明日4月、もうね、4月1日なわけですよ。早いですね。もうあっという間にもう、まあね、シーズンですよ、シーズンですよって言って、もう4月なわけですから。ね、大学生だった子たちは新社会人になって、まあ、入学式とかね、あとは成人行く人たちはもうちょっと先かなっていう、春休みももうちょっとあるかと思いますけども、早いですね、あっという間です。あっという間です、本当に。なんでね、みんなにね、ちょっとお願いじゃないんですけども、まあこのね、パーソナルトレーニングっていういろんなコーチング、いろんな今全国各地でねやってるんですけども、まあね、できればね、やっぱりこうシーズン始まる前とかに受けてほしいわけです。皆さんやっぱり焦ってね、記録を出したい、シーズンになってからね、焦って記録出したいね、動き変えたいっていうの気持ちももちろんわかるし、まあそこで、ね、頼ってもらいたいっていうのもあるんですけども、まあやっぱりね、そのじゃあ試合がね、大事な試合が3週間後にありますとかって言ってね、どうにかしてくださいって言われても、僕魔法使いじゃないので、なかなかね、皆さんに現実的なこうコーチングしかすることができないので、なんで、まあ、できればね、前々からちゃんとね、前々からね、そうや、準備して、なんで、ね、早め早めに手を打ってください。勉強と一緒で後回しにするとね、大変なことになりますので、最初にね、終わらせるように、宿題終わらせるようにね、するような意味でやってもらえればと思いますので、はい。はい。つま先を上げるというのは、親指を上げることを言うのか、足首から下の甲を、上げるのか、どちらのことですか。つま先を上げるっていう、そうだな。つま先を上げる、僕ら的な表現をすると、まあ、つま先っていうのは足の親指だけを上げるっていうことをするわけですね。まあ、それってもう、これをすれば、まあ、つま先は下がらないよっていうことなんですけども、つま先を上げるっていうことになると、足首をロックするとか、その今言ったように足の甲かな、足首から上げるっていう形になるので、まあ、結局ロックをする形になるので、僕らが言うつま先を上げるは親指を上げること、まあ、親指を上げるっていうことで言うのは、まあ、イコールつま先を上げるになるんですけども、ほとんどの人はつま先を上げるっていうのは、おそらく足首から下、こうね、ロックするっていう形になるので、8割、9、まあ、9割ですね。9割、9割5分ぐらい。9割5分ぐらいの人たちは、その足首を固める、足首を上げる、つま先を上げるイコール足首を固めるっていう表現を使うと思います。で、岡本コーチのセミナーを受けてるよとか、僕のこういうパーソナルだったりとか話を聞いてるよっていう人は、つま先を上げるイコール、あ、足の親指を上げるんだっていう方に納得、イコールになる人はいるかと思います。はい。前ももって言ってもいろいろ部位が、まあそうですね、来てもいい部位ってあるんでしょうか。まあ基本的には、なんだろう、来てもいい部位っていうか、ちゃんと鍛える中では、まあ前ももフルスクワットをして、前ももだいたい四頭筋ですよね、まあそこを鍛えるっていうのはあるんですけども、ただその動作的に、さっきも言ったようにランジの話の中の話なんですけども、ランジをしている時に、まあ、どの前もも、まあ、大体四頭筋っていう部分にあんまり効きすぎてしまうっていうことは、さっきの話の中でも言った通り、まあ、重心の移動が後ろからプッシュをして前に運ぶよっていうところが遅いっていう証拠なので、だから来ちゃいけないよっていうことなんです。別に鍛えることが悪いようじゃなくて、その動作をしている中において、そこに来るのは動きができてないよっていうことなんで、ダメだよっていう話になるわけですね。だからゼロじゃないわけですよ。もちろん筋肉前後左右、まあ、内転筋外転筋ハムストリングス前も大体四頭筋っていう風に筋肉がいっぱいあるわけなので、いろいろな種類が、なので走る上で、まあもちろん使う部分は後ろの部分ハムストリングスとかを使うんだけども、でも接地ってなった時は内転外転において前ももっていうのも、もちろん負荷もかかっていくので、それをバランスを取るためにも鍛えるべき部位ではあるんですけど、いつもように鍛える優先順位、鍛える優先度が低いよっていうだけなので、で、おいて今の話の中でも、今
まあ変な話ですけども、ハムストリングスに効かせたいのに大腿四頭筋に効かせてるよ、ダメだよっていう話のね下りになっていくと思うので、その部位、そのトレーニングにおいて正しいところに効かせるために、正しくないところに来ているよっていうのはそうだろうね。まんべんなく鍛えるのが一番いいんですよ、本当に。後ろだけじゃなくて、ただいつも言ったように優先順位があるので、前ばっかじゃなくて優先度が高いのは後ろの筋肉だよと。自分人体の体の後ろの筋肉は優先度が高いよ。胸筋だったり腹筋だったりを一生懸命鍛えたとしても、走りにはまあ絶対つながらないとは言わないけども、まあ今言った通りそこまで重要ではないよっていう形なので。内反症死ではないですが、小指の動きが悪いので足先が細くない靴、あ、はいはいはい、見た目で書くんですが、こういう症状となっています。足首の機能を良くするため、足指の機能を良くするため、鈴木さんの現役時代やることを教えてください。特にそうですね、僕はまあ裸足で生活することが多かったんですけども、まあ一番足指を鍛えるためにやってたことってタオルギャザーでしたね。まあ怪我してなくてもそこの操作性っていう分でもちゃんと掴めるかどうかっていうのはやってましたね。まあそれをやるだけでも、結局タオルギャザーやるだけで、じゃあ新スプリントの予防にもなるし、今やったり今足の甲の疲労だったりとか、まあそこら辺の疲労、怪我の防止にもなるので、意外とタオルギャザーっていうのは万能ですね。やってもいいトレーニングですね。そう、あんまりね、そう、今のね、学生の子たちもそうですけど、スパイク小さいのだったりとか、シューズを小さいの履いてると、まあ、靴の中でね、こういう風に重なっちゃうよとか、親指小指重なって、ちっさくなるよってなると、動き、発揮できないんで、絶対やめてくださいね。必ずちゃんとピッて開いた状態で、よいしょ。こうなった状態で、シューズの中に足が収まってる状態じゃなければ、即刻やめてください。スパイクも一枚小さいの履いてこうなって走ると良くないですからね。で、なんでっていうのは、足の指の機能が使えないと、まあもちろんフルでっていうかちゃんと使えないわけですよ。足の裏、足の指っていうのは。で、まあね、反社会的勢力のね、方々はちょっと、仕事をね、失敗すると、小指を落とされるんですけど、あれなんでっていうところで、一本でも指欠損すると、力ってめちゃめちゃ入らないんですよ。で、握るってこう、グッて力入るんですけど、指一本ないだけで力全く入らなくなります。それと同じで、足の指も同じなんですよ、結局。だん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 使えなくなって、靴下とかずっと履いてると、こういう風に固まってしまって、何も機能したくなると、結局、力が入らない。掴むことができないよ。ってなった時に、もちろん地面を直接掴むわけじゃないんだけども、しっかりと使えてれば地面を掴んでしっかりプッシュができるわけですね。蹴るじゃなくて、こっからグッて力が入れば力強いプッシュができるので前に運べるよっていうのができるんで、だから侮っちゃいけないですよ。侮っちゃいけない。指の一つの動きっていうのは、動く動かない、こうなってる重なってる重なってないだけでも全く違うので、ちょっとね、見直してもらえればと思います。で、それをするために今言ったようにタオルギャザーとかで、ね、普段から使えるようにするよっていう意識はすごい大事です。厚底のアディゼロで普段跳躍練習をしてるんですけど、スパイクだけ水野の AJ というのは感覚が違いすぎて良くないですか？厚底のアディゼロっていうのはあれかな、スパイクなんだよ。スパイクですよね。まあ、やっぱスパイクによって、メーカーによって、ほんと感覚は違うので、まあ、あんまり良くはないかなって感じですね。僕は統一した方がいいと思います。やっぱり。同じ種類、同じものっていう。なんで僕は練習、まあ、試合と練習って同じメーカーというか、まあ、ナイキをね、履いてたと思うんですけども、履いてたんですけども、で、履いた時も、まあ、古いモデルは練習用にして、新しいモデルは試合用っていうね、形で、同じ、色が違うよって、カラーバリエーションが違うだけだよっていう感じでね、やってました。全く違うんだね、やっぱりね、シューズ、スパイクに関しても、シューズに関しても。
ディゼルのシューズですね。なるほどね。まあ、シューズだったらいいかな。シューズだったらまあ問題はないかな。でも跳ねる、まあもちろんシューズでやってスパイクランで感覚は全く違うと思うので、まあまあ別にいいと思います、それだったら。うん、2指、2指、2指、まあ使えるようにねしといた方がいいですね。まあなかなかねもう入っちゃってるよって動かないよって人もなねいますけども使えるようにするっていう、使えるようにしておくっていうことはやっておいた方がいいですね。フラット接地を意識するときは、自分は母子球あたりがつこうとするとフォアフット接地になっちまうので、かかとから入るようにしたらうまくつくですが、この意識でいいんでしょうか。あんまできてればいいんじゃないでしょうか。でも前もね言いましたけども、フラットイコールフラッごめんなさいね、フラット接地イコールベタってつくわけじゃないですからね。こうやってもちろんスパイクのピンがあったりとか、走ってる時ってかかとはつかないわけですよ。なので、まあ、母子球からつくっていうのもいいと思うんですけど、まあこうよく、まあ、いつも言うようにね、スパイクの後列ピン、母子球あたりですね、ちょっと後ろらへんからつくのは一番の理想だよってことですね。ここからついて転がせるようにです。まあ、で、シューズの場合でも、スパイクの場合でも、まあ、ここからっていうとだんだんフォアフットになってしまうので、これよりも土踏まずの部分。ここだね、土踏まずの部分で、ちょっとね、今日は近くに靴があるので、よいしょ、はい、ここか、こうやって見たときに、ここら辺だよね、ここら辺が後列ピンなので、ここら辺か、ここら辺の割れ面とか、ここら辺だよね、ここら辺でつくイメージでもなかなかこういう風にいってしまうので、土踏まず、ここら辺だよね、土踏まずあたりから、月に行くっていう方向で、ふいっ、ここら辺でつくのが一番の理想だと思います。はい、土踏まずらへんからつくね。ね、新しいシューズね、買ったんですけど、ペガサスの40かな、これは。久々にペガサスね、あ、そう、おろしたてのシューズです。今日おろしました。今日この島根の、出張のためにおろしました。ペガサスの40でしょ。履いてみてね。ペガサスターボの前は39か、あれ。39履いてたのかな。40になったんですけど、やっぱ変わるっすね。変わる。40になってもいろいろ変わるんだと思います。変わるんです。色が良かったから買いました。綺麗な。駅伝パックですね。駅伝仕様ですね。ねえ。鈴木さん的に試合前に階段を使った押しやスリーバンドを使わないと思いますか。今度の試合では押しが弱い選手にやってもらうこと。足りなければ押しの部分はやってもいいと思いますけど、そこまでやる必要はないと思います。で、僕は、トレーニング動画だったりとかね、試合動画の、練習動画でも載せてますけども、結構、感覚が悪いとき、血、電気に刺激入ってないときは、結構な頻度で、ヒップバンドを入れてます。試合の時でも軽めにね、刺激を入れてやってます。なので腸腰筋、壁を使ったままで腸腰筋の刺激入れと、電筋へのヒップバンドの刺激入れは、まあ、ほとんどの確率で入れてます。逆に階段っていうよりも、階段よりも壁を使ったもも上げで押し動作っていうところやりますね。やりすぎてもいけないと思うので、なんでどれぐらいでやってどれぐらいの疲労が残るかっていうのを、普段のその練習トレーニングでやってみて、どれぐらい残るか、次の日どれぐらい残るかとかね、その疲労感がどうなるかっていうのを確認してから試合に導入してもいいかなと思います。まあ時間的には 1,2 分ぐらいだかな、ちょっとやるぐらいですね。スパイクのサイズ感はランニングシューズよりもタイトめで、足指足指が重ならない程度なら大丈夫ですか。はい、だと思います。それでいいと思います。
僕もね、まあ、どのシューズも全部今もう26で統一してるんですけども、シューズはゆったりめに履きたいタイプで、でもちろんスパイクはねちょっと ぴったり履きたいんですけども、でも全部26なんでそれがちょうどいいとこですね。実際測ると多分 25.5 とかなんですけども、全サイズ 26.0 で統一してやってます。で逆にその 26.0 で履いてみて合わないんだったら、その靴をやめるっていうかその靴をやめる、履かないみたいな感じにします。だからサイズアップダウンするんじゃなくて、それに合わない、俺の形にその 26.0 に合わないシューズスパイクだったら違うスパイクシューズを探すってことはしてましたね、うん、なんで自分の足を通して良かった感覚のみ選んでますだから履けるものが少なくて困ってたんですよね、本当に。だから一番苦労したのはそれこそさっきのね、LJ エリートの話じゃないですけども、まあ、別に変にこだわってね、ナイキにずっと履いてたので、別にスポンサーもあるわけでないのにナイキを履いてる時に、まあ、三段跳びをやるってなった時に、まあトリプルジャンプ エリートじゃないな、トリプルジャンプエリート、今エリート2とエリート 2?トリプルジャンプエリートだね、今のやつ出てるやつは。なんで前の LJ と、普通のトリプルジャンプのやつと、トリプルジャンプエリート、LJ エリートってね、全部試したんですけども、で、その中のトリプルジャンプの方の TJ ですね。TJ の方が、すぐ踏み切ると、良かった、サイズ感とかは良かったんですけども、踏み切ると母指球のところのピンがぶっ壊れるっていう不具合じゃないですけども、対応してなかったんで、対応してないというか、ピンを変えてた、ニードルピンから、普通の平行ピンに変えてたので、踏み切った瞬間にすぐ潰れたんですよね、母指球1回で、試合1回で潰れたってあったので、これじゃまずいなって言って、でこだわって LJ の方を履いたんですけど、今度は LJ の方がつま先が細かったんで、小指に当たってめちゃめちゃ足痛かったんですよ。でも履くスパイクこれしかねえって言って、それで試合出てたんですけど、でその後トリプルジャンプエリートが出てきて履いたんですけども、まあ重くて走れないし機能的にはクソだったんで、これも最悪だなって思いながら履いていったら、もう引退した後にこう LJ エリートが出てきてくれて、でこれだって履いてみたら、あいいねみたいな感じになったんで、でいて今それを履いてるわけですよね。まあそこでね、別にいろんなの試せばよかったんですけど、まあ変にこだわってね、やった結果そうなってます自分の足に合うか合わないかで履くのを決めてたので。インボディを測り、冬季前から体脂肪が 2.1 増えたんですが、どういったことをやっていけばよろしいでしょうか。まあ、インボディを測った時に、まあ、インボディってあんま正確じゃないからわかんないんですけども、これ前もね、ちょっと話をしたと思うんですけど、僕もね、高校、2年生の、高校3年生に上がる前かな、上がる前に、そういう、本当にね、県の強化の一環で、その MRI かな ?MRI で、MRI なのかな ?MRI だら何やらでいろいろ測って、正しいその体脂肪率とか、じゃあ筋肉量、脂肪量っていうのを測ったんだけども、で、その時から、前もちょっと話したと思うんですけども、冬季を開けて、体重が4キロかな、なんで50、もうちょっとごめんなさいね、前見て思いじゃないけど、52が53があって、4キロ増えました、57ぐらいになりましたよってな、違うな、ごめんなさいね、ちょっと記憶があやふやなんですけども、55か50ん、ちょっと待ってね曖昧だな記憶が、言ってくうちにどん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 忘れていくんだよな。57まで上がったんだよね。57まで上がって2キロ2キロだから、52キロ2キロ 55? 違う、55で1キロ1キロかな。で、そのまあ結局体重が増えましたよと、冬季、まあ冬季になった時、冬季前と冬季明けで体重はいくつか増えましたよってなった時に、まあ結局中身、プロテインも飲んでたんですけども、結局じゃあ中身どうなったかっていうと、まあ半々ぐらいで筋肉と脂肪が増えたよってなったわけですよ筋肉と脂肪が増えたよってなった時に、脂肪がいらないわけじゃないですか、筋肉を増やしたい、でも体重増えた中で脂肪も増えてくるのは当たり前なんだから、
まあ、当時はね思ってなかったですけども、まあ、結局脂肪も増えたらいらないよねっていう話になってくるので、プロテインをやめたっていう話はねしたと思うんですけども、でじゃあ何言いたいかっていうと、まあね、体脂肪増えたんだけども、まあ、それは冬季前からで、冬季を明けてもちろん、寒い時っていうのは人間ね脂肪を蓄える生き物なので増えるのは当然なんだけども、まあ、そこから変にダイエットするとか落とすんじゃなくて、シーズンになってくれば下がってくるわけですね。調子が上がってくれば体重もこう締まってきて上がってくるので、まあ、自然と落ちてくるはずなんですよ。ただ今も言った通り、じゃあ本当に筋肉量が増えたのか脂肪量だけが増えたのかっていうのはちょっと目に見えてわからないので、あんまり気にしすぎる必要はないのかなっていうふうには思うんですけども、まあ、やっていくうちにそこまで気にせずにしていければいいかなと。体重が勝手に減っていくよと、勝手に絞れていくよって形になるので、そんな感じでいいと思います。まあ、何もすることはないと思います。別にこっから高くなって暖かくなっていけば自然と絞れてくるはずです。もし絞れないようだったら、まあ、絞れないことはないけどね、まあ、それこそプロテイン飲んでたらプロテインやめるとか、そういう、食事以外のもので補食をしてるんだったら補食をちょっと減らすとかね、食事量をちゃんと取りながら補食は取らないとか、そういうことをやればいいと思います。運動量は多分ね、学生とかちゃんとやってればね増えてるはずなので、増えてるというかやってるはずなので、学生かどうかわかんないけども、体脂肪率正確に測る、そうですね、 MRI です、多分 MRI です、うん、 MRI となんか卵型なカプセルの中で座ってずっとなんかやってましたね。あれはなんだろうな、あれ何測ったのか、あれ骨密度とかなのかな、ちょっと覚えてないですけども、もうはるかにちょうど20年前ぐらいの話になるのでMRI でやりましたね。それもなんと輪切りにされて、なんでハム、足のハムストリングス、まあハムだよね、もも周りの筋肉のつき方だったりとかも輪切りで全部見せてくれたので、多分 MRI ですね。立ち子なんで三段跳びの関係はどれぐらいだと思いますか。これね、まあよく昔もね言うと思うんですけども、言ってたと思うんですけども、意外と相関性はないと思ってます。なんでかっていうと、なんでそんなこと言うかっていうと、あんまり、まあもう、まあなんだろうななんでかっていうと、まあ、別種目ですよっていうのはあります。で、助走してきて3段のと、助走せずに5段をしていくってなると、じゃあバネとか筋、バネっていうか筋肉ですね、アキレス腱の太さだったりとか、跳ねるのが上手だとか、ももの筋肉がすごいってなれば、立ち5段の方が強くなるのは当たり前なんですよ。でも3段跳びはスピード、助走があってそこから踏み切って3段なので、なんか別物っすね。僕も全国合宿行って、僕より自己ベストが上な人が、僕よりも立ち5段跳べないっていう人もいましたので、だからあんまり参考にならないですね。その記録いったから、よくね言うと思うんですよ、跳躍の先生も僕も言ってましたけども、大体まあ立ち5段の記録は3段跳びになるよって言うんですけども、まあそうはならないかなって全くの別物って。ただまあ立ち5段をちゃんと飛べるっていう能力は欲しいかなっていうふうに思います。だからやる必要ないよとか関係ないよじゃなくて、まあ、ある程度やっぱ16とか17飛ぶよってなっても、なった方がいいし、ただじゃあ立ち5段で17メートルとか18メートル飛ぶ人ってザラにいるわけですよ。なんか前ちょっと X で出てましたけど、歴代記録みたいなでも今言ったら17、18そんな飛んでるに、3段跳びで17、18飛べる人いるかって言ったら日本じゃいないわけじゃないですか、うん、だからね、あんまり気にする必要はないと思います。関係はない。ただ練習を取り入れる練習としてはやった方がいいかなっていうふうには思いますけど、まあ、それは今言ったように、まあ、プッシュだったりとか、ちゃんと体の使い方とかの関係性になってくるので、助走してトップスピードのまま踏み切りしようとするとしっかり踏み越え、足が、幅3段どっちかな、
スピードを出しすぎてるっていうのはあるかもしれないですね。なんだろう、全力で行きすぎてる。いつも言うんですけど、全力と全速、ね、全力、すべての力と、すべて速いって言い方が欲しいですけど、すべて速い。すべて速いとおかしいな。全力と全速、うん、っていうのは2つ、一緒のように見えて全然違いますからね、いつも言うように。100% の力を使って走る。例えば短距離のスプリントの動きで、じゃあ幅やってくださいって言ったらできないわけですよ。必ず全力って言っても、フルの力で走って飛ぶっていうわけじゃないわけですね。全速。踏み切れる最大のスピード。僕だったらだいたい 95% ぐらいです。短距離を100とするなら。助走のスピード、助走の力感っていうのは必ずそこまで落としてます。全力 100% になることは絶対ないです。だって踏み切れないから。ね、だから踏み切りようとしようとしてるときに、しっかり踏み込めずに足が流れてしまうっていうのは、ただ走ってるだけなわけですよ。条約の助走じゃなくて、スプリントをしてるからそういうことができないですね。だから 5% ぐらい、まあ 5% って言い方ありますけど、はじめ、まあその自分の中でね、何%ってもわかんないと思いますけど、踏み切れる最大のスピードっていうのはどのスピードなのかっていうのをちゃんと理解して、それを助走練習をやれればいいと思います。だから助走、まあよく言う助走を頑張りすぎてるとかね。いいね、そこら辺もね、陸漫画にね、書いていきたいと思いますけど。試合前の調整を動画にしていたと思いますが、忘れてしまいました。すみませんが、何ですよ。何出てくるの？切れ出しトレーニングかな。切れ出しトレーニングか、あとはもう試合のその、なんだろう、トレーニング動画の中の試合前の調整みたいなところで見てもらえればわかるかな。切れ出しトレーニングで多分いけると思います。ああ年齢が高くなると早い動きの神経系が衰えてくる話が聞きますが、ラダートレーニングは30代スピードに必要と考えますか？もちろん早く動かして走るのが目的ではないラダートレーニングという意味でのラダートレーニングですか？そうですね。それをやるよりも、前も紹介しましたけど、早い動きの神経系だったりとか、全力の刺激を入れるために、ウエイトトレーニングっていうのが、僕は大事だと思います。で、ラダートレーニングもその瞬発系っていうところでも、やっぱりその、小手先って言い方もなんか分かんないんですけども、こう末端の動きになるわけですよ。中心からの刺激じゃなくて、目先末端の動きでバーって速い動きはできるけども、じゃあ実際走りになった時にはつながるかっていうと、やろうと思っても結局つながらないわけですよ。なんで今言った通り、もう本当に年齢が高くなった時に、まあいつも言うんですけども、年齢高くなった時に、僕はもうその若い時第一次現役時代やってる時は週1回で刺激入れ、ウエイトの刺激入れだけをやってたんですけども、もう30超えてからは週2ウエイトを刺激入れ、試合週ですね、試合週は週2回入れないと神経系に刺激が入らないっていうのが分かりました。30超えてからで、それはもちろん走りの中で速いスピードとかもやってるんだけども、まあ、もちろん全力を出せなくなってくる。で、全力を出せなくなると、速い動きができなくなるっていう話につながると思うんですけども、でそれに神経系に刺激を入れるために、じゃあ、高負荷、高出力で、ゆっくりじゃなくて素早い動きで、瞬発的に上げれる高負荷のウエイトトレーニングで刺激を入れるっていうことをかなりやってました。それはまあ動画でもね、結構トレーニング動画とか、試合前の調整のウエイトトレーニングとかでね、やってると思うんですけど、まあ、それをやると、やっぱ刺激、まあ、怪我のリスクも減るわけですね。もちろん変なやり方をすればウエイトトレーニングも怪我をするんですけども、でも3回2回1回の3セットでそれで上げられる自己ベストぐらいの重さでガツンってやっても、じゃあ肉離れするかっていうと肉離れはしないしね、全力でうわっと思いっきり力を入れても怪我のリスクっていうのは走ってるよりも少ないので、そこで全力を疑似全力を発揮させて神経系に刺激を入れるっていうことをやれると意外とつながったりするっていうのはありました。だからそれもウエイトも速さも重視、重さも重視だけど、そのできる重さの、上げれる重さのできるだけ速く、挙上スピードを速くするっていうことによって、そういう伝達、神経系の伝達をさせるっていうことは結構やってました。
もちろん並行してトラックに行って、速いっていうかね、キレを出すトレーニングをやっていくっていうのももちろんやってるんですけども、やっぱりその動きだけじゃ刺激が入んないのかなって感じがしますね、ラダーでも。まあでも、ラダーやったことがないので、もしね、それ試してやってもらって刺激が入るっていうんだったら、僕はそれでもいいと思います。400m で 100m の、100m の2が 100m のタイムより速くなるってことはそうなんですが、100m で力みすぎてる人が 400m ではかなり余裕を持って走ってます。まあ、それもあるでしょうね、きっとね。次、まあ、そのやっぱ200とかその先につなげるっていうことがあるので、リラクゼーションしてるっていうのはあると思います。まあ、まあね、それでそっちの方が速いんだったら相当 100m を力んでるんでしょうね、きっとね。普通はまずありえないと思うんですけどね。まず。土踏まずの設置の意識は最初からでしょうか。体を起き上がってからはできるんですが、前傾してか、そしてどうしてもつま先寄りの設置になっています。なんでね、さっきもね、こう話をしたんですけども、つま先寄りの設置になっているので、まあ、土踏まずから行って、さっきも言ったように、後列ピン、母子球あたりですね、母子球あたりで設置するっていうのが理想です。まあ、その意識をして前でつくっていうのだったらいいと思います。なんで、母子球から突きに行くって言って、多分前になりすぎると、前に、母子球で突きに行くよってなると前になりすぎてしまうので、土踏まずから行くんだよ、でも倒れて、体がこう倒れてるので、そこから母子球でつけて押せるっていう感じなので、できればね、その頭の中でそうだけど、実際つくところはその夢って母子球あたりっていう感じになるかなっていうふうに思います。だから意識はした方がいいですね。もっと意識する。この時前にスキンチェックして体重は53.7キロで体脂肪率が10%した。当時スキンチェックの時にコモのフィードバックが入るんですが、自分だけの時に眠る。何があったんだろう。何があったんだろう。そう、だから氷の時、その一番初めにそのチェックっていうかね、調べた時は、それこそ52キロで体脂肪率が5%だったんで、ガリガリでしたね。あ、そう、それで52キロ、そう、52キロで5%で、そうだ、それで体脂肪が7%になったんだ。思い出した。体重はごめん、4キロかな、2キロだね、多分。そうだね、54になったのかな。54キロで脂肪と筋肉が1キロずつ増えて2キロ増えたんだ。そう、そんな感じだ、そんな感じ。思い出してきた。そんな感じです。ふざけんなってなりましたね。 筋肉微増でした。微増。走り幅跳びでシズアースか反り跳びどちらがいいんでしょうか。自分の感覚ですかね。まあ、スピードが速ければ、僕はシズアースの方が活かせると思います。スピードがないって言い方もあれですけども、ね、よく見るように、なんか中高生が適当なシズアースをするんだったら、ちゃんと走って、ちゃんと踏み切って、反り跳びした方が記録出るのになっていうふうには見てますね。苦言を呈しますけども、安易にね、シザースやらない方がいいと思います。下手くそすぎる。シザースになってない。ただ足をくる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 回してるだけなので、結局軸が前に進んでないので、ストンって結局落ちてしまうんですよね。もう本当にシザースって、それこそ10秒前半とか、もう9秒台で走る選手が、まあ、その走ってきた勢いを生かすためにやってきたところなんで、それこそ12秒台、11秒台でしか走れない選手がシザースやったところで、シザースなの何でもないわけです。言い方ひどいですけどね。だってね、なんか名前出して申し訳ないですけど、橋岡選手だって初めからハサミ跳びじゃないわけですよ。ちゃんと反り跳びで8メートル飛んでからシザースっていうところになったとかなっていくわけなので、なあね、それこそじゃあ走り幅跳び始めてシザースかっこいいからって言って、ね、対して7メートルぐらいも飛べてないのに、7メートルぐらいしか飛べないのに、シザースやってもそれぐらいで終わってしまうよっていうことです。本当にね、皆さんね、いいですか？感覚も大事なんですけど、まずはちゃんと
丁寧にやるべきことをやる。だから三段跳びのダブルアームも同じことを言えるんですよ。シングルアームでちゃんと飛べないのに、なんでダブルアームでやるの？技術的に難しいのにっていう風になるわけですね。シングルアームを極めろとは言わないですけども、ちゃんとかかとを潰さないとか、タイミングを取れるホップステップができるよっていうなってから、ダブルの手の動きっていうのにつながっていくわけですね。何もできないのに、ただ身を見まねで腕を2回振ってるだけだと、まあ、さっきのシザースの話じゃないですけど、意味がないかなっていう風には僕思いますね。だから安易な形で、トップ選手のね、真似をしないようにっていうのはこういうことがあるわけですね。まあ普通だったら指導者が言うんですけどね。そういうことも。はい。RTH さんこんばんは。特に何も言うことないゴール、そのまま。そのままでいいってことでした。なるほど。義足のマルクス・ジェームス選手はそういう飛びで、そうですね。まああれは、うん、まあ別にこう、なんだろう、差別するわけじゃないですよね。やっぱ区別しないといけないよって、言葉のニュアンスがすごい大事だと思うんですけども、まあレーム選手はね、そのまあパラの方じゃなくてオリンピックで、まあ、僕ら健常者にね、勝負をしたいっていう話をね言ったと思うんですけども、でもちょっとね、こう政治的じゃないですけども、今のね、昨今騒がれトランスジェンダーの話でもないですけども、全く違うこうものが一緒になって戦うってなると、やっぱ不公平が生じるわけなんですよね。じゃあやっぱレーム選手の記録ももちろんすごいことだし、リスペクトすべき部分ではあるんですけれども、じゃあそのオリンピックパラじゃなくてオリンピックの方に出るのであれば、じゃあちゃんとその義足が有効に働いてない、義足で飛んでるんじゃないよと、レーム選手体での技術で飛んでるのを証明してねっていう時に、結局証明ができなかったわけですね。じゃあ証明できないってどういうことかっていうと、もう義足の優位性っていうか有効性が出ちゃってると、得意性が。でまあそうですよね、思いっきりその義足の特性をフルに生かして、もうバネバネし、あんだけガツンって沈んでも、人間っていうかね、まあ普通の足だったら、あんだけガツンって沈んで上がろうと思っても跳ね返ってこないわけですよ、うん、だからまあバネ、義足のバネっていうのを生かしてそこまで飛んでるから、やはり健常者とやった時にオリンピックには出られないよっていうのはそういうことなんですよね。もちろんすごいんですよ、もちろんすごいしすごいんだけども、でも違うね。まあでもね、あれも僕もこうパラの試合にね、よく行かせてもらえるようにここ近年なって見ていくんですけども、まあすごい言い方にひどく言えばね、それこそレーム選手だって逆足、まあもうね片方の足はあるわけなので、じゃあその得意性を証明できないのであれば、そっちの生きてるっていうかね、ある方の足、義足じゃない方の足で飛べばいいのになっていうふうには思いましたけどね、うん、ただもちろん飛べないと思いますし、やっぱり、うん、踏み切れないかなっていう感じはなるので、だこれは差別じゃなくて区別っていうね。しょうがない、しょうがないの、違うんだもん、やってる種目が違うと、うんね、だからその具体的にもちろんそのパラのね試合の中でも細かくこう分かれてるんですよ、あれってね。区別されてるわけですよ。まあ、足首から先がないよ、膝、すねから下かな、膝下半分がないよとか、膝下がないよ、でもうちょっと上から、ももからないよっていう人で、全然ね、区別っていうかね、ランクが違うので、それごとに細かくね、分かれてるので、まあ、そこだったら、じゃあ差別するなっていうんだったら、全部ね、義足だったら義足って作ればいいけども、今言った通り、全然動かし方も違うし、ハンディキャップも違うので。だからしょうがないですよね。もちろん記録はすごいんだけどね。ネイマ選手はもともと水上スキーの、へえ、そうなんですね。水上スキー、へえ。空中での身体の強さ、使い方もそこで養える、へえ、そうなんですね。まあでもね、8メートル40、義足を使ってしまう8メートル40飛ぶってのはもちろんすごいですからね。日本人だって今、日本人でも7メートル飛んでないのかな、義足で。どうだろう。っていうのもあるのね。
なるほど。しっかりソリでやりつつ100のスピン。そうですね。それやれればいいと思います。ぜひやってみてください。ホップの間を作ろうとしたら浮いてしまいます。なるほど。これね、ミニハードルでね、ハードルホップをやってもらえるといいかなっていうふうに思います。ハードルホップのね、動画とかも出してるんですけども、結局間を作るっていうのはどういうことかって、上に行くんじゃなくて、前に押し、プッシュして軸を進めるよっていうことをやっていくので、なんで、間を作ろうとして上に行くんじゃなくて、押し切ったその勢い、スーッと軸の移動を感じれるよっていうのが欲しいわけですね。そのための練習としてハードルホップっていうところね、あるので、そこら辺やってもらえればいいかなと思います。また4月ね、落ち着いたら動画も撮りますし、さっきも言ったように、リクマの方にもね、いろいろと書いてきますので、ぜひね、リクマ6月号から買ってください。5月発売の。やってもらえればと思います。はい。てな形で、ごめんなさい、今日は、この後まだ仕事があるので、仕事ね、メニュー、トレーニングメニューの作成があるので、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。はい。まあ、固定ね、ありますけども、来月はね、27、28を大分、九州ね、行きます。で、5月11、12、北海道に行きますので、ぜひね、興味ある方は、気軽にお問い合わせください。どれぐらい交通費かかりますかとか、どの時間、どれぐらいできますかっていうのね、全然都合つけれますので、まあ、ぜひ、興味がある方は、ご連絡いただければと思います。はい。てな形で、はい、今日はこれぐらいで、終わりたいと思います。試合中にスレッドの練習ありでしょうか？なしです。やるんだったら、バンド引っ張ってください。なんか引っ張るぐらいで、ちょっと引っ張るぐらいで前に運ぶっていうのやってもらえればいいと思います。はい。てな形で、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。